山本太郎君。政党要件を満たしておりませんが、新党今一人山本太郎です。よろしくお願いします。<laughs> 我が国はですね、1956年より国連に加盟していますよね。国際社会の一員として、我が国ができる範囲で国連での責務を果たすということは、これはとても重要なことだと思うんです。で、あの先日。 国連の特別委員会で、ある国、えー、特別委員会でですね、国連・北朝鮮人権調,調査委員会、この中で日本人等の拉致を人道に対する罪に当たるという報告書を公表したことについて、安倍総理、3月3日の予算委員会で、国連の特別委員会の調査報告が出たことは、世界が共通の認識を持つに至ったということであり、北朝鮮に対して、 大きなプレッシャーになっているのではないかと述べました国際法上の人道に対する罪というものに国連が勧告を出した国連からの勧告を受けた北朝鮮もこれを受け止め改める必要があるというのは当然のことだと思います国連の勧告というものはそれほど重要で大変重たいものだと私は考えますが官房長官もそう思われませんか菅内閣官房長官 あのそのとおりだというふうに思います。特に我が国としては、ご指摘の北朝鮮における人権に関する調査委員会による最終報告書を歓迎するとともにです、ね、同報告書による勧告を真摯に受け止めているところであります山本太郎君。ありがとうございます。 えー、国連から与えられた勧告に耳を傾け、そして改善する努力を見せてこそ、国際社会の一員として迎えられる、当然のことだと思います、ありがとうございます。えー、ところでですね、国連の重要な人権条約の一つであります、社会権規約。我が国も当然、批准しておりますよね。日本国憲法98条2項で定められているとおり、日本国が締結した条約および確立された国際法規は、 これを遵守するということで、官房長官、よろしいでしょうか菅内閣官房長官。国際社会における法の支配の確立を外交政策の柱の一つとして位置づけておるわが国でありますから、ご指摘の社会権規約をはじめとする条約および国際監修法が求める義務を遵守することは当然のことであるというふうに考えます山本太郎君。ありがとうございます。 こちら、フリップになるんですけれども、この社会権規約、この社会権規約というのを僕、最近知ったんですね、情けない話ですけれども、この社会権規約のです、ね、12条第1項におきまして、すべてのものが到達可能な最高水準の身体および精神の健康を享受する権利を有すること、これ、いわゆる健康権が認められているんですよね。 この権利、日本ではきちんと守られていると思われますか。いいんですか。はい、はい。うんと厚生労働省佐藤健康局長。お答えいたします。今あの議員からごご示しのありました社会権規約でございますけれども、まあそもそも各定約国は立法措置などの適切な方法によりまして。 この規約において求められる権利の実現を全身的に達成するための行動を取ることが求められていると、まあ、このように象徴しております。で、とりわけ今ございましたご指摘の健康権でございますけれども、具体的な措置としましては、幼児の死亡率を低下させるための対策、あるいは伝染病などの疾病の予防、それから治療及び抑圧、まあ、制圧ということでしょうけど、制圧などが示されておりまして、我が国におきましては、 具体的なことを申しますと、例えば新生児、あるいは乳児の死亡率、こういったものは世界一低いという状況にありますし、またご存知のように、平均寿命はもとより、健康寿命におきましては世界最長を達成するなど、その達成もできていると思いますし、またその努力も 日々重ねているるととといいいうことが言えると思いますいずれにしましても、国民の皆様が受けていただきます、健康の水準はさらに向上するように、努力をしてまいりたいと考えます<上>山本太郎君。では、この健康圏、これからもきっちりとしっかりと守っていくと、世界のトップ。 狙っていくぞっていうぐらいの、えー、勢いだという感じなんですかね、菅官房長官。短い受け答えで立ち立ったり座ったりさせて申し訳ございません。よろしくお願いします。菅内閣官房長官、えー、当然そのように努めていきたいと思います。<し>山本太郎君、ありがとうございます。えー、っとしかしですね、どうやら国連から見たら、世界から見たらですね、この社会権規約十二条一項 すべてのものが到達可能な最高水準の身体および精神の健康を享受する権利を有することを認める、これがですね、達成された社会かどうかというところで、日本は守られてないんじゃないのという見方もあるようなんですね、えー。国連人権理事会の特別報告者であります、アナンド・グローバーさん、2012年11月に来日されまして、調査の上、 2013年5月に国連人権理事会として、日本政府に勧告をしたことをご存知だと思います、皆さん。このアナンド・グローバーさん、別に訳のわからない外国人が勝手に調査をして、個人的な見解を適当に報告して帰っていったというわけじゃないんですよね。国連人権理事会の特別報告者という立場で来られた。これ、どのような立ち位置なのかというのを、このようにもう皆さん、重々ご存知だと思うんですけれども、フリップを作ってきたんですね。 余計なお世話かもしれませんけれども、少しお付き合いください、えー。一番上に総会がありますね、総会がありまして、その下に人権理事会があるよ、人権理事会から任命された人が特別報告者という存在なんだよということなんです。で、話は続けるんですけれども、えー、この国連人権理事会特別報告者、これ、国連広報センター、広報センターに、えー、聞きましたところ、 どういうういいい立場なのかということこ聞いたんですね国連人権理事会により、任命された個人の独立専門家で、特定の国における人権状況や、テーマ別の人権状況について調査、監視、公表を行うと、そういった役割で、もっと言えばテーマ別で、例えば拷問であったり、子どもであったり、テロ対策、女性への暴力、教育、教育に関する権利、 特別に調査をし、報告をする、国連の人権理事会のもとに置かれて、国際社会の誰もが認める専門家、そういう権威ある立場だと、これが国連人権理事会特別報告者という存在なんですね。どんな方なのか、少し興味が湧きましたかこういうお顔をされた方なんです、すいません、フリップ何枚作ってんねやった話になるんですけれども、えー、この方なんですね、えー、このアナンド・グローバーさん。 健康を享受する権利に関する特別報告者として、2008年に任命されたインド人です、インドの方、健康問題専門の弁護士さんです。このアナンド・グローバーさんが報告されたことをざっくり説明すると、福島の東電原発事故による影響を受けた人々が、社会権規約と照らし合わせて、人間らしい扱いを受けているのかどうか、この方は調査されたんですね。 そのグローバー勧告報告書、官房長官は目を通されましたか。菅内閣官房長官。このグローバー、この特別報告書が来日をし、そしてそのことに基づいて報告書を提出したことは私は承知をしています。ただ、全体に目を通したわけではありませんけれども、報告書に記載をされた勧告、ね、について関係省庁が。 それぞれ連携をしながら回答したということは承知しています山本太郎君ありがとうございます、えー、その中でですね、一番核となるのが年間1ミリ以上の地域に居住し被爆されている方々に対して健康管理調査を実施することまた希望者には全員福島県民でない方々にも 健康調査が必要ではないか、また甲状腺のみならず、血液、尿も検査すべきだと韓国で言っているんですよね。え今、発言の中にありました、年間1ミリという単位なんですけれども、これは放射線業務従事者、放射線業務従事者ではない、一般人が許容できるとされる被曝量、これが年間1ミリというところから始まっているんですよね。 えー、アナンド・グローバーさん、報告書のです、ね、77項の B、こちらです。健康管理調査は年1ミリシーベルト以上のすべての地域に居住する人々に対し、実施されるべきであると勧告されております。これに対して政府はどう対応するつもりなんでしょうか、よろしくお願いします、はい、環境省塚原環境保健部長。 答えします今般の原発事故に係る住民の方々の健康管理は、医学の専門家のご意見を聞きつつ進めることが重要だというふうに考えております。福島県内におきましては、今ご紹介ありましたように、追加被ばく線量が1ミリシーベルト以上である,にあるかないかにかかわらず、すべての県民を対象とした県民健康管理調査において、健康管理が実施をされております。一方県外につきましては これも同じ国連の関係機関でありますけれども、WHO でありますとか、国連科学委員会、アンスケアにおきましては、がんなどの健康影響の増加が認められる見込みはないというような評価は一方ではいただいております。また、福島県の近隣県におきましては、県が設置をいたしました有識者会議でも、科学的には特段の健康調査は必要ないとの結論が出ているものと承知をしておりますが、国として改めて、 住民の被爆く線量を正確に把握するため、平成26年度予算におきまして、福島県外の汚染状況重点調査地域におきまして、空間線量からの被爆線量の推計ではなく、個人線量計を配布をいたしまして、個人個人のレベルで外部被爆線量を正確に把握する予定としております、はい、山本太郎君。 まああの反応したいところはたくさんあるんですけれども、この先にもたくさん聞かなきゃいけないことがたくさんあるので、とにかく福島県内だけではなく、それ以外の地域にも、その健康調査、広げたほうがいいよね、やりたいと手を挙げる人に対しては、すべてに反応できるような状況を作ったほうがいいよねというお話なんですけれどもね、いろいろとご説明ありがとうございました。もう一度ですねえ話を戻りますすね年間1ミリって何なんですか っていう話なんですけれども、我が国で1999年に起こりました JCO の東海事業所における臨海事故、失礼しました。 大丈夫ですよね <laughs> ドキドキさせないでください <laughs> オリンピックのこと言っちゃったかなと思ってすいません大丈夫ですねはいもちろんですはい戻ります1999年に起こった JCO の東海事業所における臨海事故この時にですね原子力安全委員会そして健康管理検討委員会が出した報告書によりますとこのように書かれております健康に関する一般的な助言に資するための健康診断については 公衆の線量投量限度、自然放射線の地域差等を考慮し、評価された線量が1ミリシーベルトを超えるもので、かつ健康診断を希望するものを対象とすることが適当である、また、評価された線量が1ミリシーベルト以下であっても、避難要請区域内の住民については、行政的に避難要請が行われたことを鑑み、希望者を 対象範囲ととすることが望ましい少しちょっと長い文章でしたけど、まあ、言ってみればあ、言ってみればっていうよりも、ここに書かれてあることは、ですね1ミリっていうことがキーワードになってるってことなんですよね。で、この年間1ミリ、以前我が国で起こった、他にどんなことがある、原子力関係、原子力じゃなくても、ありましたよね、原爆投下されました、えー、もっともっと先を登、時を遡って、ですね原子爆弾が投下された後 この原爆症認定制度という中で、医療特別手当を受けられる人、これ、爆心地から3.5キロまでですよね、この3.5キロでの被爆というのは、年間1ミリとされてますよね、以前あった原子力の事故、そして原爆の原爆症の認定制度の中での医療特別手当、爆心地から3.5キロまで、年間 1>, 1ミリ、全て1ミリということがキーワードになっている。で、話は戻ります。国連人権理事会の健康に関する特別報告者であるアナンドグローバー氏が来られて、このようなことを述べています。国連特別報告者は日本政府に対し放射